はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、クラロワ動画撮っていこうと思います。ということで、前回ね、4600突破しまして、こちらのね、アリーナ14まで来ております。ということでね、ここからはね、また5000を目指して、やっていきたいと思います。ということでね、行きましょう。まずは箱から開けていく。さてさて、はい、まあこんな感じですね。続いてこちらも、開封していきましょう。ワイルドレアカードと、まあなんかいろいろ出てくると、さらにもう一箱。はい、こんな感じですね。新しくゲットしたやつが2個あるみたいなので見てみると、ロケットフォーシと、バーバリアの小屋初ゲットですね。まあとりあえずこのままねやっていこうとは思いますが、行きましょうか。早速、さあ、とりあえずペッカ出しましょうか。おっと、ちょっと待った。アサシン言うのか、それ。しまったな。かなり食らってる。1300になっちゃう。これでペッカもやられてしまうとかなりきついが、まあ一応、ボンバーとベビドラを添えて、突っ込みましょう。おっと、なんだこいつは。あれか。ちょっと待って。左側も一応守っとくか。ペッカやられてる。マジか。それはきつい。こうなるとちょっと一方的に、最初のね、突撃でダメージ受けちゃってる分、辛いね。とりあえず、ロイヤルゴースト、おっと、ちょっと待って。これはペッカでなんとか、結構、でも400ぐらいで被害は抑えたか。これ、工場バーバリアン先に突っ込めないかな。ちょっとインフェルノドラゴンが嫌だけど、おーし、オッケー、えらい。これちょっとコウモリの群れでなんとか、オッケー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 、いいね、ペッカがめちゃめちゃ入ってる。おっしゃ、これはまあよくペッカがやってくれた感じだな。はい、オッケー。最初はね、ちょっと食らってしまったなとは思ったんだけど、その後はね、ペッカだけで押し切れたっていう感じですね。さあ、次行ってみよう。これはどうしようかな。よろしく。よろしく。ん?ホグライダー。ちょっとコウモリとロイヤルゴーストでなんとか、殴っていこう。ニワトリ。さあさあさあ、おっと、ロイヤルゴーストは、ちょっと罠にじゃない、大砲にね、吸い寄せられていく。あ、でも OK! 一発二発殴る。で、ペッカも、準備していく。なんか怒ってるけど、ファイヤーボール飛んでくる。さあ、まあなんかちょっと返事しておこう。あーっと、ペッカさんは、ペッカがちょっと引き寄せられかけたけど、まあ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 、これなら、あれ?なかなかペッカが届かないけど、ペッカ行かなくても落とせてる。いいね。そしてマスケット重視が生き残ってるけど、まあ、折れたから文句はないか。さあ、フォグライダーが来るけど、ペッカで、一発、二発、さらにマスケットも、受け止めていく。オッケーオッケーオッケーだけど、おっと、大丈夫、釣られない。それは引き寄せられちゃったね。どうしようかな、ちょっと待って。
さあ、なんか、どうしようかな、これ。守りきれるなら、守って勝つのも。さあ、ホグライダー来たけど、いや、結構食らってんな。これ、あれか、2本目の方に行くか、てっかこっちに出して守りつつ、もう1本の方に攻撃をしに行きましょうか。でだ、ファイアボール飛んでくる。さあ、多分大砲が出てくる気がするから、あれ、大砲出さないかちょっと待って、大砲出たね。はい、一応こっちも守っておきますか。モグライダー来る、これペッカで受け止める。 OK、 よし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 、これなら大丈夫だね。はい、2回目も無事勝てましたね。よし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 。まあね、4600成り立ての時はね、負け放題だから気軽にできる意味もあるんだけど、まあ勝てるならね、勝っておいた方がいいでしょうということでね。ワイルドカードが100枚もらえるノーマルのやつ。OK、 700のところはスタンプっぽいので、まあ、まあ一応もらっときましょうか。次勝ってね。さあ、いけ。ちょっと反対側をね、攻撃される可能性があるのはあるんだけど、まずいこれはちょっとダメだね。反対側にメガナイト出されてしまうとこうなるわけだ。今までもね、このパターンでよく負けてきたからね、分かってはいるんだけど。あー、そしてちょっとペッカがやられすぎてるね。厳しい。さあ、どうしようか。もう一回しつこくペッカを出していきますか。さあ、まあね、相手ね、メガナイトいるのは分かったんだけど、もうこっちはね、1本折られちゃってるので、攻めるしかないなということで、なぜか、ロイヤルゴーストが思ったより入ってる。まあ両サイド攻めていこうか。なんか急に何もしてこなくなったけど、どうした急に何もしてこなくなった、なぜだ。まあいいや、これはちょっと相手が、途中からいなくなってしまったような気がするんですが、まあもらっときましょう。はい、まあ3連勝してますが、実質2勝1敗だったかもしれないなぐらいの感じかな。でスタンプゲット。スタンプが埋まったね。なるほど。さあ、次行ってみようか。この調子で5000をね、目指せるかもしれん今日行くのは多分無理だけどね。さあ行ってみよう。おっと、インフェルノタワーがある。これは嫌だね。インフェルノタワーあるのは嫌だ。困ったな。インフェルノタワーあるのはかなり嫌だね。さあ、どうしたものか。ネクロまで、ネクロ残るとちょっとめんどくさいな。一応ボンバーで
倒す。オッケー。多分、ペッカいるの気づい、いや、どうだろうな。でも、インフェルノタワー嫌なんだよな。インフェルノタワー嫌なんだよな。さあ、これが、あんまり耐久ないんだね。ちょっと待った。コウモリ出して、一旦ザップ。さあ、お、ペッカ通るか？ペッカが通ればかなり嬉しい。オッケー、一発入る。一発か、一発までだね。ほい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 。樽で結構ダメージが入っちゃうね。1200の900。まあいい勝負っちゃいい勝負。さあ、このロケット方式っていうのは思ったより耐久はないね。さあ、560まで削った。さあ、ここからちょっとペッカ出していきたいんだけど、ただインフェルノタワーが、あーでもいい感じのタイミングで、いい感じのタイミングでいけるんじゃないか、これならいい感じのタイミングでいけるような気もする。あーでもペッカ戻されて、ペッカ戻されて、ちょっと待って、これはね、あっと、どうだどうだどうだ、オッケーオッケーオッケー、これはオッケー。さあ、ペッカおかわり、あーって、しっかり守った方が良かった。こっちも落とされる。あ、まずいな、ちょっと待って、さあ、ちょっと待って、落とせるか、どうだ、これはいけそうな気もするが、あー、しかし、オッケー、いった、よし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 、押し切れたね。オッケーオッケー、喜んでおきましょう。はい、前回に続いて連勝できてね。オッケーオッケー、4750突破でゴールドもゲット、これは嬉しいね。さあ、もうちょっと行ってみよっか。さあ、次はどうだろう。おっと、コグライダー、コグライダーがいるので、まあペッカでとりあえず殴って、コウモリで取りましょうか。で、後ろにボンバーつけて突っ込みましょう。あー、インフェルノタワーあるね。ちょっとやめてほしかったな。ちょっとやめてほしかったね、それは。さあ、ベビドラで、吹き矢をね、取っていって、うん、そこにプリンセス倒す。うん、やられる。とりあえずロイヤルゴーストでも出してみるか。ペッカをね、でもインフェルノタワーあるから、ペッカとね、このエレクトロウィザードは一緒に出したい。ちょっと反対側に工場ガバリアン出してみようか。これホグライダーでもペッカで受け止めて、で、ボーラー倒した後インフェルノタワーが来るから、ここでエレクトロウィザード出す。ザップ打つ。あー、ちょっと待った、それはまずい。いやー、そうだよね、インフェルノタワーが来ちゃうよね。うーん、追消滅。あー、でもレベル12になったおかげでいいね。あれっていうか、左がめっちゃ削れてる、いつの間に。いつの間にっていう。さあ、じゃあこっち攻めようか。うん、ボーラーが出てくる。いてててあー、突っ込めない。そうですかそうですか。これはペッカで、あー、ちょっと待って、
あ、これも良くないな、ちょっとビリビリおじさんやられちゃう。しまった、ペッカも結構削れる。左全く無視してるけど、そろそろちょっと工場ガバリアンで攻めようか。忙しいねさあ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 、左は攻め損ねたが、ちょっとこれコウモリで守ろう。コウモリで守る、オッケー。ペッカが2人、あ、1人になっちゃった。オッケー、これは勝ったね。よし、お、なんか今日勝ててんね。いいねいいね、5連勝してる、5連勝してる。これ4800までいけるか。まあ途中回線落ちっぽいのが1試合挟まったからね、それがでかいのかもしれんけど。イエーイ。さあこれどうしようかな。ちょっとじゃあ逆側から工場バーバリアン出してみようか。さあ、あー、そうなるか。ちょっとじゃあデビドラで骨を相手しながら、プリンセスはボンバーで取りましょうか。うん、ナイトが思ったより入ってる、ナイトが思ったより入ってる。ほい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 、吹き矢が来る。ちょっと待って、吹き矢受け止めるために前に出そうか。はい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 、そうね。さあこれインフェルノタワーはないね。ベビドラで、しっかり骨を、小骨を取って、あーっと小骨がちょっと多い、多い、多い、小骨が多いのよ。あーっとナイトにやられる。ちょっとボンバーで引きつけつつ、そうだなあ、よし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 、まあ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 、オッケーんじゃないか。ある程度の被害で抑えられてる気がする。さあこの後は、ペッカ出して、ペッカ出しまして、まあ丸太も転がってくるけど、ちょっと反対側攻められてる。大森でなんとか守っていく。そうか、ちょっと待ってちょっと待って、どうしよう、こっちペッカ突っ込んじゃおうか。いや、良くないかも、よくないかも。あーあー、いやいや、しかしそれはちょっとまずい。ペッカがちょっと不発気味か。そうだね、攻められてないね、なかなか。こっちはね、両サイド結構削られてるのでまずそう。おっと危ない、あー、ちょっとタワーに入ってる。そうだね、ちょっとこれは困ったね。さあ、あーっと墓に吸い寄せられる。これちょっと攻撃が届かないね。まずいか、防がれてんな。そうですかそうですか、ちょい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 、まずい、いて、ちょっと待って、
やばい1698、こっち650、ちょっとまずいね。うわー危ない、攻めきれない、全然攻めきれない、守られてる。ギアが2体はちょっと厳しいな。あー1個取りこぼしてる。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、まずいまずいまずい、だー超なになになに、プリンセス3体いる、主力見たら。はい、というわけでね、ちょっと連勝止まっちゃったので今回はこの辺にしておきますか。まあね、100ちょっと増やせたので、まあ調子はねかなり良かったかなという感じですね。まだまだこのチーム、このデッキでねやれそうかなという感じですね。はい、というわけで、まあ、今回はねこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。